はい、こんにちは、物欲名古屋人です。今回は株式会社ウプラジャパンさんからのレビュー提供品で非常におしゃれなスリムキーケースご紹介いたします。これからのクリスマスシーズンプレゼント何しようかなと思っている方、このようなちょっとしたねスリムキーケースプレゼントすることで重すぎず軽すぎずねセンスの良さを発揮できるんじゃないかなと思います。なかなかギミック含めて非常に素敵なキーケースに仕上がっていますので紹介していきます。本体はイタリア製の天然牛革を使っています。高強度な、そして張りのあるねしっかりとした強度を持った糸がこう出ています。そしてこれどのように使うかと言いますと、ここからがポイントで、このキーケースをこのように振りますとですね、こんな感じで重りを兼ねたウプラロゴ付きのチャームが出てきます。ここの部分に一緒に鍵を取り付けて、このキーケースの中にしまうという仕組みですけれども、このように引っ張ると簡単にキーケースに収まって、これ振るとスムーズにこのように出てきますし、収納する時もこの糸を引っ張るだけで簡単に入ります。では実際に鍵はここに一緒に取り付けますので、この部分を一旦このようにくぐらせて、糸をね外しまして鍵を取り付けてみたいと思います。こんな感じですね。ではキーケースに取り付けてみましょう。多くのキーケースはこのようにキーリングといって金属のリングですね、こんな感じでキーを取り付けている方も多いのではないでしょうか。こういう取り付け方ですと、このようにね垂直にキーとリングが取り付けられますので、非常にこの丸い部分がねかさばるといいますかね、スペース厚みが増してしまうというところがあるかと思います。今回のキーケースはスリムキーケースと呼ばれますように、この糸に取り付けるのがポイントです。この糸に取り付けることで鍵を 3,4 枚重ねてもですねフラットに収納できるというのが大きなポイントの一つです。では実際キーを取り付けてみましょう。まずこのキーケースですけれども、糸を全部こう引っ張って出した状態ですね、金具がここで止まっている状態にしまして、そしてキーはこのように穴を揃えておきます。違う種類のキーでもある程度穴揃えられると思いますので、こんな感じですね。そして後ろか前どちらからでもいいんですが、このようにまとめて一気に紐を通します。そしてこの通した糸のループの部分にさらにこのキーを一気にねまとめてドーンと突っ込んであげて、そして引っ張ると、そうしますとこんな感じでこの3枚のキーがまとめられました。非常に簡単に留めることができます。これで糸への装着は完了です。でどう使うかと言いますと、この上部にある金具を引っ張りますと、このように非常にスリムにキーが収納されました。このようにキーリングを使う場合に比べまして圧倒的にスリムに収納できるのがお分かりいただけたかと思います。使うときはこれ振りますと、はい、このように出てきますので、これで使いまして、あとは先ほど同様にこの上部を引っ張ることでスッと入ります。この状態でカバンに入れておけばスマホなど他のものを傷つける心配もありません。やっぱりこのね重ねてそのまま収納できるっていうのが圧倒的にコンパクトスリムに使えるというところがこの商品のポイントだと思います。そしてカラーも5種類ラインナップされてますので男女問わず使えるかなと思います。ということでいかがでしたでしょうか。このように複数のキーをフラットに収納できて、バッグの中で他のものを傷つけない、このようなスリムキーケース、特に複数の鍵を持ち歩いている方にはおすすめの機構になっておりますので参考にいただければと思います。ウプラのオンラインショップで販売されてますので気になった方はチェックしてみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。